もこんにちは、春大ヤリーメンバーのバラマツです。今日は以前22卒として必死に取り組んだ経験がないとか、面接のタイプによってその出来が左右されてしまうっていう悩みを相談してくれたあやちゃんが無事内定されたということで、合格者インタビューをしていこうと思います。あやちゃん、内定おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ改めて簡単に自己紹介をお願いします。はい、筑波大修士2年、村山あやと言います。ちなみにあやちゃんはどういう会社に内定されたんですか？IT コンサルといった形の会社で、規模としてはミドルベンチャーくらいの会社に内定をいただいて内定承諾しました。そこの会社はあやちゃんがずっと行きたかった第一志望だったんですか？全然正直第一志望じゃなくって、むしろ最初は多分行かないだろうなって思ってました。どういう気持ちの変化があったんですか？本当に行く気がなかったからこそ、一次面接とかでもすごい本音ベースで全部話してて、受からないだろうなって思ってたんですけど、一次面接のフィードバックをすごく丁寧にいただいて、でそこからこの会社いいじゃんみたいな感じになって、で無事面接も受かったので、そこで割と一次面接でガッと志望度は上がった感じあります。実際あやちゃんは最初から第一志望だったら言わないかもなっていう本音ってどういうのがあったんですか？受け身なところが多くて、言われたことはできるけどそれ以上のことはあんまり自分からアクションできないみたいなところとかを結構正直に話してました。人事さんとか面接官の反応ってどういう感じだったんですか？そこに対してのフィードバックをすごい丁寧にくれたんですよね。最初のうちは言われたことをこなしたりするのがすごい大事だけど、それ以上を目指すんだったらやっぱり自分の意思を持って、仕事ってその自分の意思を乗せることに意味があるからみたいなことを言ってくださって、めっちゃその通りだなって思って、そこを丁寧に拾ってくださったのがすごく好印象でした。そこが好印象に感じるってことは、人みたいなところがあやちゃんの中で会社選びで重要なポイントだったってことですか？そうですね、結局はそうなりましたね。だいたい面接とかで出会う人っていい人が多いじゃん。うんうん、考えると会社の優劣を人でつけるの難しいなと思うんだけど、人の中でもどうやって具体化していったんですか？人だけに関わらなくて、そこまで大きくない規模でみんなが目的を持ってとか働いてるみたいなところを自分が重視しなきゃいけないポイントかなって思うようになりました。規模感としてはいわゆる大企業みたいな大人数よりかは少ない規模感でっていうところが、最初から決まってたというよりかは徐々にそういう軸になっていったみたいなイメージ？そうですね、大人数の会社の方が面接をしていく中でいろんな人がいるなっていうのがあって、まあ、それはそれでいいポイントだと思うんだけど、やっぱりその分合わないとか、この人ちょっと違うかもっていう人にも当たりやすくなってて、で逆にその人数が少なめの会社だと、会社としての方向性とかがきちんと知ってる会社のが多いなっていう風に肌感で感じて、合ってるのは後者の方かなっていうのを感じました。ちなみにどうしてもエピソードをちょっと持っちゃったりとか、よく見せようっていうのは評価してほしいって気持ちがあるからこそ生まれちゃうと思うんだけど、取り繕っていや後悔したなみたいなエピソードってありますか？私は圧倒的にやっぱり人とか環境とかがすごく大事っていうものがあったにもかかわらず、その会社は誰が言ったかより何を言ったかみたいなことを大切にしてる会社で、なんかそれはそれで最もだなっていうところはあって、なんかすごくそれって大事なことなのに、そういう会社って少ないじゃないですかみたいな感じでその会社を褒めるみたいな、でも自分って分かるけどそっちじゃないなみたいな、人大事だなみたいなことは思いました。話してる時に違和感があると、結果的にやっぱりじゃあ本当にその会社に行きたいのかって考えた時にマッチしなくなっちゃうっていう。ああそうですそうです。めちゃくちゃ難しいけどやっぱり取り繕わない方が結果いい説っていうのはありますね。ありますね。でも目的によるというか、どうしても大企業に入りたいとか大企業に入ってこれがやりたいっていうその先の目標があるなら全然いいと思うけど、そういうのもなくだと就活した時の自分でいなきゃいけないっていうのは作っちゃうとしんどいかもって思いました。確かにね、今の、まあ、視聴者の学生さんができることとしては、入社後もその面接とかで話していたような自分と同じ自分でいなきゃいけないっていうのが苦しいなって思ったら、やりのままの自分じゃないんだなっていうふうに思った方がいいかもしれないってことですね。確かにそうですね。
過去の動画でいろんな悩みをこう共有してくれてたと思うんですけど、うん、それについてどういうふうに解決していったのかっていうのを聞きたいなと思ってます。はい。で1個目がこちらの動画なんですけど、面接官のタイプによって面接の出来が左右されるっていう話をしてくれてたじゃん、うん、はい。どういうふうに解決していったんですか？すごく人とか環境とかに左右される人間だなっていうのをやっぱりその就活を通して分かってきて、それって変えられないなって思ってなので、だからこそ面接官のタイプに左右されて落ちたりとかできなかったって思うくらいならそれでいいというか、落ちてよかったとか、むしろそれで受かったとしても面接官の方と一緒に働くことはないかもしれないけど、うん、まあ、その可能性があるまま内定をもらうのってすごく不安だなっていうふうに思うようになりました。その面接官のタイプに合わせる努力をするっていうよりかは、あくまでありのままのあやちゃんで臨んで、それで落とされるとか、あんまりうまく会話ができなかったなと思っても、うん、それはそれで切り替えたっていうこと。そうですね。それがいいよね結局結局ね、自分を変える必要はないってことです、うんうん。もう一個別のこちらの動画で必死に取り組んだ経験がないっていう話をしてくれてたと、これは他の就活生でも結構あるあるな悩みかなと思っていて、割とガクチカとかだと他の人と差別化できるようなエピソードがないといけないのかなとか、そのあたりはどういうふうに捉え方が変わったりとかもしますか？その動画の中でも南さんにアドバイスもらっていて、自分が時間を使ったことを考えろって、うん、言われていて、それが結構真理だなって思ってて、相対的に自分の中で頑張ったことでいいんだなっていう風に思うようになりました。あやちゃんの場合は何だったんですか？私の場合は大手牛丼チェーン店でのアルバイトでした。どういう理由でですか？もちろん一番時間を使ったっていうわけではないんですけど、仕事の中で一番なんか自分が目的を持ってだったりとか、まあ、楽しんでとかもそうですし、頑張ってやつだなっていう風に思いました。一番最初は他の人とか、いわゆる例えば全国大会出場とか、うん、まあ、インターンでこういう成績残しましたみたいな他者との比較だったから頑張ってないって思っていただけで、自分の中で見ると目的を持って取り組んでたことがあったっていうことなんですね。あ、そうです、まさに。じゃあ全員あるのかもしれないですね。二十何年間生きてる中で一番時間を使ってることとか、誰にも言われずとも夢中になってしまったことみたいなことを、まあ、振り返ってみるといいのかもしれないですね。やりたいことがそこまでないとか、別に絶対これは嫌だみたいなのがないっていう話もしてたと思うんですけど、それはどういうふうに見つけていったんですか？それとも見つけなかったのかっていうところも聞きたいです。そうですね、結局就活中はこれがやりたいみたいなことは全然見つけられなくって、